当たった？お、釣れた。当たったかどうか分かんなかったけど釣れた。試しにあげてみようと思ったらモロコちゃんが釣れました。いつも釣ってるよりちょこっと大きいサイズ。いや、もう一匹釣ったら右の水路ちょっと行ってみようかな。この竿だと大きいかな、長いかな、やりにくいかもしれない。もうさ、すぐ来るからさ終わりここで一回ちょっと違う場所行ってみよう。今何匹釣ったんだろう。かなり釣ったぞこれ。13匹ぐらい釣ってるな。もううん、13匹よし、じゃあちょっと向こうでやってみようかな。ちょっとこの竿を出して、あっちの方が日が当たっててあったかそう。ここ寒くて向かい風だし、釣れた。うん、モロコだね。ありがとう。またね。この暗くて寒いところに戻ってきたよ。やっぱ浅いと来ないな。
ちょっとやっぱ深くしただけで全然違うね。ほら。いっぱいいんな。いっぱいいるな。風が。風が語りかけます。語りかけるどころか怒号を浴びせるレベル。じゃああと一匹釣ったら移動しましょう。モロコ祭り、モロコ祭りもいいんだけどね。せっかくなら他のも釣りたいしな。よし、じゃあと一匹。まあまた季節変わってきたら違うの釣れるかもしれないし、また来年来るっていうのもありだし、最後の一匹がすぐ釣れちゃいそうな予感なんだよ。寝がかり？寝がかりか。そこはなんかいっぱいありそうだもんね。そういう時は手前に引いてく。よかったね。針は大丈夫そう？大丈夫そうか。よし、よかったよかった。そっちの方は危険だからね。釣れた。なんだこれ？え？沼秩父だ。最後の最後で違うの釣れた。持ってる。いいね。沼秩父がまさかかかるとは。前回といい今回も来てるかね。この季節やっぱ沼秩父とか釣れやすい季節なのかな。どうしたな。持って帰る？いや大丈夫です。水槽に入れる？気が強いみたいなんで。そうよね、縄張りが。これは沼秩父でしょう。餌出したこの前釣ったやつもっと色薄くて、なんかだってちょっと見づらいね、黒くて。日差しない、日差し、あと日差し。携帯で撮るか。どうやって逃がそうかな。じゃあ違う場所行きましょう。
たくさんいすぎて数えらんないな。